石川定山像、石川定山像、石川定山寛文12年5月23日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、文人。父は、石川信貞。三河国出身。大阪の人後、浪人。一時、浅野家に仕官するが致死して、京都郊外に隠棲し、定山と交した。子には、石川の将が、子孫に石川武がいる。江戸初期における漢詩の代表的人物で、儒学、書道、茶道、庭園設計にも精通していた。幕末の煎茶記事には、煎茶家系譜の初代に定山の名が記載されており、煎茶の祖とも言われる。今川はじめ茂之、後に、王、通称は、はじめさん、いよいよ、後に、開門、字は定山、号は66参人。指名山人、凹凸、四川堂、大雪、烏林、山木、山村、やぶさと、東慶、山足など。愛知県安城市泉町に建てられた庭園、定山園。天正11年、三河国泉里の代々徳川家に仕える、普代伏の家に生まれた。一途な性格で早く功を挙げたいと思い、王子の下で武芸を学んだ。慶長3年、徳川家康の近侍となり、その忠勤ぶりに信頼を寄せられた。大阪夏の陣に参加したが、軍令に反して抜け駆けの戦闘をしたため家康に賞されなかった。そのため定山は浪人となり、妙心寺に隠棲した。元和3年頃、知人、林羅山の勧めによって、藤原正家に師事し、儒学を学んだ。文武に優れると評判になった定山には、各所から仕官の誘いが多かったものの、仕官するつもりはなかった。しかし病気がちな母を養うために、紀州和歌山の浅野家に仕官し、その後浅野家の天保に従って、安芸広島に赴き、そこで13年ほど過ごした。母が死去すると引退を願い出たが許されなかったため、強引に退去死刑に出て、寛永13年に、相国寺の近くに眠嶽堂を作り隠棲し始めた。さらにその後、洛北の一乗寺村に、凹凸を寛永18年に建てて、終わりの住処と定めた。この時、洛東の隠者、木下長生氏の河川堂に倣って、中国歴代の詩人を36人選んで36詩選とし、かの探幽に肖像を描かせて、堂内2階の四方の小壁に9面ずつ掲げた。そのため、凹凸は、四川堂の名で知られるようになった。煎茶に親しんだと伝えられるとともに、作庭に長じたとも言われ東本願寺から立ち邸の庭園は石川定山の手になるものと伝えられている。この頃、後水尾上皇からお召しがあったが、渡良品、蝉の小川の浅く友郎の波立つ影は、恥ずかしと読んで断った。上皇はその意を領として、定山の歌を渡良品、蝉の小川の浅く友郎の波そふ影は、恥ずかしと手直しして返したという。清貧を旨として、学問に没頭し30数年を過ごし、寛文12年に90歳で死去した。なお、鷹が、峰の本阿弥光悦、八幡の松花堂丞相と共に、江戸幕府の意を受けて、胸中の監視をしていたとの説もある。小堀遠州など、当時の文化人とも広く交流したと伝えられるが、中でも親しく交わったのが、松花堂丞相と、助、川田喜六であり、京田辺市の一休寺の庭園は3人の合作によるとの伝えが残されている。定山は、選定にあたり林羅山と協議した。詩人の特徴によって2人ずつ対になっており、堂内でも、そのように掲げられている。ありがとうございます。